3月31日この日は前々から非常に気になっておりました。いろは食堂高清水支店に来ました。情報によればいろは食堂本店ののれん分けのお店ではないようではありますが、その関連のお店であることはおそらく間違いありません。それで気になっておりましたメニューがこちらでございます。カツラッパラーメン、チャーシューの代わりに豚ロースの唐揚げをのせた特製ラーメンです。デフォルトで麺も大盛りです。で、お品書きはこのようになっておりまして、カツがメインの主軸のお店のようでありますね。それで営業時間ですが、11時から夜の8時まで通し営業との情報ですが、先週夕方5時ぐらいに来た時にもうすでに営業しておりませんでしたので、11時から14時のあたりに行くのが間違いないかと思います。はい、それではカツラッパラーメンであります。まずもうすごいのは圧巻のビジュアルの豚ロースの唐揚げでございますね。で、丼もめちゃくちゃでかいです。カツの油が浮かぶなみなみスープ。具はメンマ、豚ロースの唐揚げ、そして、刻みネギと非常にシンプルであります。それで、いただきますと、まず醤油感はライトでありますね。醤油が全面型に出る感じではない。鶏だし、鰹節などをメインとした和だしが融合するスープの飲み口であります。しかし鶏だしや鰹節などの和だしがこれも全面に出るわけでもなく、全体がですね非常にバランスよく、連なっておる。つまり、この豚ロースの唐揚げ、この油や旨味がですね、前半中盤後半に溶け込んでいくことを計算した、スープでありますね。そして、麺、こちらは麺肌が非常にシルキーでございます。もう超低乾水なんだと想像します。肉うどんといううどんのメニューもありましたので、もしかしたら無乾水かもしれません。まさにうどんのようなすすり心地と風味で、長さがあるところがいろは食堂本店の感じを受けますし、切り場にすれば22番手の感じでございます。しかし切り場、24番手を、茹で時間本当にたっぷり持ってふっくらさせて22番に見えるようなようにしてるのかもしれません。まあ、細ストレート麺、長さのある、しなやかな細ストレート麺という感じでございます。加水率も、おそらくでありますが、中加水と高水の中間、つまり 38% ほどかと思われます。このライトな和だしスープに、極太であったり中太であったり中細というのはやっぱり合わないかと思いますので、このしなやかな細ストレート麺ですごくぴったりでありますね。はい、それでは豚ロースの唐揚げでございます。いやー、めちゃくちゃめちゃくちゃ肉厚で非常にジューシーです。本当に豚ロースなのかと思うぐらいジューシーでございます。で、甘じょっぱい味付けで、衣が良い意味でしっかりしてなくですね、衣がこう崩れていく、スープに崩れていくような作り、これが衣しっかり系、パークをしっかり味わえるいろは本店と違うところかと思います。つまり甘じょっぱいタレが乗った薄力粉が、このスープに溶け込んでいくのが非常に個性的ですね。やはり序盤、ライトな飲み口の鶏系和だしのスープ、ここにですね揚げた豚ロースの唐揚げの甘じょっぱい味付けと、薄力粉がスープにどんどん溶け込んでいく飲み口で味変化が生まれております。これを踏まえ、ラーメンの話に、なりますが、ラーメンの麺はつまり中華麺は水、小麦粉、塩、乾水、という麺でありますね。で、食べ進めていく中で小麦粉がスープに溶け込んでいき、中盤から後半にかけて、小麦粉が溶けることにより、味変化が生まれるのがラーメンであります。
それに比べていろは食堂高清水支店のかつらっぱラーメンの一杯は、豚ロースの唐揚げの甘じょっぱい味付けと薄力粉が分離するように、つまりスープに、溶け込むように作られておりますので、麺に配合されております中力粉や、強力粉、に加え、さらに、この豚ロースの唐揚げに、使われていると思われます薄力粉がスープに溶け込んでいく、さらに味付けも溶け込んでいく前半中盤後半の一杯を奏でる食べ進めであります。はい、それでは3枚目の豚ロース肉の唐揚げであります。めちゃくちゃジューシーですね。本当に豚ロースなんでしょうか。油身もしっかりしており、で、揚げ方も非常に、ジューシーに柔らかく、仕上げられておりますね。で、こちらのメンマは、程よい発酵臭のする、繊維に沿ってシャキシャキと崩れ落ちるメンマであります。吸らせてくれる麺でありますね。麺とスープが非常にぴったりであります。初動はですね、鶏系の和風、醤油スープをライトに味わうことができ、その前半中盤後半にかけてを計算して、つまりこの豚ロースの唐揚げですね、こちらの衣味付けがですね溶け込んでいくのを計算して、初動は非常にライトなんですけれども、徐々に、甘じょっぱく変化してまいります。その徐々に甘じょっぱく変化してまいりますスープをすすらせてくれる麺とスープの一体感がいいです。でやはりですね、この豚ロースの唐揚げ極めてジューシーでございますね。火入れ加減が本当に絶妙でございます。変わらないのは、そうめんうどんのような細ストレート麺、長さのあるしなやかな細ストレート麺、最初から非常に柔らかくしなやかにこのスープの味の変化を軸として担っております。変わらない主軸はやはりこの長さのある麺でありますね。しなやかな麺が主軸を担っております。それで密かに別添えで提供される無料のたくあん、こちらがめちゃくちゃ美味しいです。最高の田舎たくあんであります。大根の風味が非常にいいです。いろは食堂、高清水支店のかつらっぱラーメン、極めて美味しくいただきました。麺がうどんのようにそうめんのように非常にしなやかで、柔らかめでですね、スープをすすらせてくれます。麺とスープの一体感が非常にいいですね。で、このかつらっぱという豚ロース肉の唐揚げですね、こちらが徐々にスープの中に溶け込んでいく様も素晴らしいですし、そもそもやはりかつらっぱラーメンのこの豚ロース肉の唐揚げが本当にジューシーで、めちゃくちゃ柔らかくて肉厚で美味しすぎまくりまクリスティーナであります。個性ありまくりまクリスティーナであります。柔らかジューシーすぎまくりまクリスティーナであります。めちゃくちゃおすすめの一杯であります。いろは食堂高清水支店かつらっぱラーメン、
昔ながらの中華そばが好きな方はぜひぜひぜひ食べてみてください。はい、ご視聴いただき誠にありがとうございます。これからも美味しいラーメン麺料理をお届けできればと思いますので、よろしければチャンネル登録お願いいたします。ご視聴誠にありがとうございました。